どうも、予予想想チャンネルです今回は高松宮記念の予想をしていきたいいと思いますいやついに高松宮記念がやってきましたねなんかこのレースが来るとようやく春が来たなと個人的には思うんですけども皆さんいかがでしょうか、まあ、ここから G1 シリーズ始まっていって、えー、大阪杯とそして桜花賞とつながっていくのでなんとか取っていきたいところですね、えー、では早速予想にいってみましょう いつも通り人気枠番の傾向ですが、火曜日に詳細なデータ分析というのをアップしましたので、まだ見ていないという方はよかったらご覧ください。ですので、ここはちょっとさらっといきたいと思います。まず1点目が、1番人気は堅実も2番人気はということで、過去10年、1番人気の復章率は80%ということでですね、非常に高いんですが、その一方で2番人気は40%、そして3番人気も復章率70%と、 高くなっておりますので1つの方法として2番人気ちょっと軽視するっていうのもありかもしれません2点目が連帯券は中穴まで3着は大穴狙いも OK 連帯馬はやはり単勝20倍以内の馬から出ているんですけども3着は2桁人気の馬も結構来ておりますのでこの辺りは覚えておいた方がいいポイントかもしれません最後に内枠有利なレース特に 2枠は副賞率30%と高くなっておりますので、えーまあ、どちらかというと内枠を重視していきたいレースですそしてローテーションその他のポイント1点目が前走シルクロードステークスもしくは半球杯を使った馬特にシルクロードステークス組は副賞率29%と高くなっています2点目が前年10月以降の JRA 重賞で連帯経験がある馬 過去10年の3着以内は30頭中28頭はこれに該当しています。そして最後3点目。前走が国内のレースで単勝人気4番人気以内に支持されていた馬。これも過去10年の3着以内は30頭中25頭が該当しておりますので、この辺りでふるいにかけていくのも一つの手です。では以上を踏まえて大穴推奨3頭やっていきたいと思います。えー、ではその前に、実は えー、この3頭すべて昨年の秋スプリンターズステークスに出ておりますのでちょっとそのレース映像を見てみましょう、えー、このレース最終週にしては、えー、内が残る場場でペースもそこまで速くなく、えー、前、内が残る場でした。 そんな中、外を回って追い込んでくる。12番のブリザード。そして、後方から、うちをついて伸びてくる。スノードラゴンに注目して、ご覧ください。外目、七枠両方を追い込んできて、4コーナーから直線、うちを狙って、レッツゴーロンキが上がってくる。レッドファルクスは中段外。さあ、坂の上りに下がって、200を切った。ワンスインナブー、先頭。内からは、レッツゴーロンキ、ヒルシア。外からビッグアースター追い込んでくる、バグの中から構成、セ専攻生。大外、レッドファルクス追い込んで広がってくるが、内から、ワンスインナブレッツゴロンキ、外から一番。レッドファルクス、レッドファルクスがゴ 最後は接戦ではアナウンザー1投目えブリザードです今見ていただいたように昨年秋のスプリンターズステークスでは1着から0.2秒差の5着と健闘しましたそれもスタート後に両ドライの馬に挟まれる致命的な振りがありながらの一戦でしたえこれはパトロールビデオを僕見てみたんですけど、まあ、結構大きな振りで、まあ、騎士も手綱を引いてるぐらいのふりでした そんな中、0.2秒差ということで能力見せましたし、日本馬場への適性を感じました。過去の成績見ると、普通のスタートを切れれば、好位からの競馬もできる馬ですし、当レースで抜群の成績を誇る2枠に入った点も魅力です。コーススタートから内をロスなく追走できれば、見せ場以上があってもいいと思います。2投目がスノードラゴン。年齢的にも、まあ、そうですね、10歳ということで、人気。 ないと言いますか嫌われてしまう存在だとは思うんですけども昨年秋のスプリンターズ・ステークスでは、えー、さっき見ていただいたように1着から0.1秒差の4着ということで力の衰えはないと思います、えー、前述の通り2枠に入った点は強力なプラス材料ですしスプリンターズ・ステークスは1枠1番からの競馬だったのであれを見ても内枠は問題ないと思います、えー、前走は見せ場がなかったですが休み明けの一戦ですし とと割の左回りでああれば馬券圏内があってもいいと思い思ます最後にネロ昨年は前半から不振が続いていたんですが軽半杯では先手を取って押し切る競馬で、えー、久しぶりの1年ぶりの勝利、まあ、結果的に軽半杯連覇でした成績にムラがあるタイプですが花を取り切った時は好走している確率が高いです ここは先行馬ダイアナ・ヘイローですとかいるんですがどうしても花を取りたいという徹底先行型は不在のように思いますし花を切れる確率が高いと思います2016年のスプリンターズ・ステークスでは1着から0.1秒差の6着という実績もありスムーズに走れれば構走しても驚けないと思いますということでまとめとしては今お話しした3頭の短服そしてワイドとか3連携買うんであればちょっとこう レッドファルクスから流してみたいなと思います。えー、では、今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。後ほど、マーチステークスの予想もアップしたいと思いますので、お願いします。ではまた